鞘川は、愛知県西部を流れる日光川水系の普通河川。愛知県津島市に橋を発し、海部群蟹江町を流下して、現在では、日光川と蟹江川の合流部付近で、排水器によって日光川へ排水している。河川延長8500メートル、流域面積14.7平方キロメートル。蟹江町市においては、地とも書かれるほど流れは穏やかで、 かつては町を流れる複数の川と共に水橋としての風景を形成していた。1942年から1943年頃に蟹江町を訪れた小説家の吉川英治は、この地を東海のいたこと呼んだとされる。愛知県道66号蟹江飛び島線のよさむ橋の周辺から下流にかけての左岸、鹿島神社文学園から吉川英熟痺の付近までは、 文学散歩道と名付けられ、桜並木と共に、俳句や短歌を記したい旅が数多く立ち並ぶ。かつては、船や鯉などの漁も、盛んに行われていた。1959年9月の伊勢湾台風を、きっかけとする、河川改修や、都市化の進行、水質悪化もあって、1962年には、蟹江漁業共同組合が解散したが、 現在も漁業権の保有者が存在しているという。尾張温泉付近には2カ所の管理釣り場が設けられ、各地からヘラブナを狙う釣り人が集まる。かつては西の森古川と呼ばれており、現在の津島市高台寺町付近から流下して、蟹江神殿の大会用でだといによって排水していた。蟹江町地内で見られる多高した稼働は、かつての日光川の乱流によって形成されたものと、 考えられており、日光川を挟んで位置する大前川と共にその痕跡を強く残している。天保12年の蟹江本町村図には現在と同様の鞘屋川、大前川が描かれており、江戸時代後半には下流域で現在の流路がほぼ固定されていたことがわかる。川の流末に排水機が設置されたのは1927年で、 その後も、大海洋排水機場や蟹江大弓洋排水機場が設置されて流域の排水用になっている。なお、地元には、この鞘川が木曽川の葉川、鞘川の河口であったとの言い伝えがあるという。ただし、明治時代に締め切られた鞘川の流路とこの川とは、比較的に離れた位置にあり、事実とは考えがたい。尾張藩士の樋口義振が記した、知史、 軍村巡行機の西の森村の城には以下の記述が見られる。両水館に西の森古川上畑課題寺より下墓根神殿まで大会用に入りあり三本入りトン鞘川ともしえり。ありがとうございます。